その前ですね、この時代、ちょうどローマ教皇でいうところのですね、ベネディクト15世の時代なんですね、これが起こったのは。で、当時、第一次世界大戦もありましたもので、ローマ教皇もね、早く戦争を終わらせたいということで、外交手段とか、あらゆる権限を使って、この第一次世界大戦の終結を終わらせ、あ、終結させようと努力したと。しかし、果たせなかったと。で、とうとうどうしたかということなんですよ。何をやったかということで。で、この1917年のこの5月の13日、に、後にこれはマリアが最初に現れた人認定されるんですが、その1週間ほど前に不思議なことをやってるんです。これ意外と知られてないんですけど、この5月の5日、だからファティマの奇跡が起こる、ほぼ8日前、すべてのキリスト教徒に向かってキリストではなく聖母マリアに祈れって命令出すんです。キリストではない、マリアさんに祈れ、マリアのみに。あらゆる手段、イエス・キリストに対して祈ってもダメなので、マリアに祈れ。これ大変なことなんですよ、実は。で、結果、このマリアを平和の元寇、いや、元のね、妃と書くんですけど、この称号を用いるように命じるんです。それからこれが起こってるんです。キリストじゃない、マリアに乗れ。ということでしょ、ぶっちゃけた話すそうると。ですね。これ大変なことなんですよ。もちろんカトリックですから、マリア信仰というのは昔からあるし、マリアの像もあるわけですけど。しかし、そうなんですよ。イエス・キリストですよね。でもその後これが起こった。で、実はね、先ほどもちらっと言ったんですが、このお父さんを見ていたこの7月の13日、この野心太って一番下のね、